ロゴルーマニア宇宙局はルーマニアの宇宙機関。1991年に設立し、本部はブカレストに位置する。1991年に設立し、研究技術省支援の元1995年の政府決定により独立した公的機関として再組織された。1992年に欧州宇宙機関と宇宙活動協力協定2007年に 協力国協定を締結、さらに2008年に協力国活動計画検証を締結している。ROSA のミッションは宇宙活動における開発や国家の取り組みを促進、調整することであり、また政府代表として国際協力を促進することである。ROSA の参加には宇宙科学研究所、国立宇宙研究所、重力研究所、 国立宇宙通信情報センター及び、ルーマニアアカデミーの宇宙研究所など、宇宙関連の研究や教育を行う機関が40以上属している。現在の局長と CEO は、マリウス・ヨアン・ピソであり、名誉局長は、ルーマニア人唯一の宇宙飛行士済みトール・プルナリウである。なお、ロケット工学者として、有名なヘルマン・オーベルトは、シビウ出身であり、 1935年にルーマニア発の液体燃料ロケットの発射に成功している。ありがとうございます。